はい、ということでですね、平翔です。久しぶりのガレージで遊ぼうの撮影なんですけども、ボートの方がですね、シーズンインしまして、ちょっとまあ最近ボートということで、ラジコンボートの動画が多かったんですけども、今回は、ラジコンカーの方で、ちょっと新しいプロジェクトを立ち上げましたので、その紹介動画ということで撮っております。ですね、TL01 プロジェクトということで、こちらの、まあ、中古シャーシなんですけどもを手に入れることができましたので、このシャーシを使ってちょっと、1台作ってみようかなということで撮っております。で、まあそうですね、ラリーの、ターマック仕様でちょっと作ってみようかなと思っておりまして、そうですね、一応まあちょっと初めて TL01 シャーシ扱うので、じっくりこう眺めてみたんですけども、そうですね、まあ何箇所か気になる点がありますので、そちらの方の改善とか、あと、オプションパーツの取り付けだとか、まあ、汎用パーツで、使えるものをつけてみたりとかですね、そういう風にして、まあ、シャーシの方を仕上げていこうかなと思っております。で、まあ、先ほど言った気になる点というところなんですけども、ダンパーが何ていうんですかね、このスプリングだけのフリクションダンパーっていうんですかね、というものがついておりますので、こちらはまあ、今考えているのはあの TRF ダンパーに交換しようかなと思っています。で、次に気になるのが、足回りがほとんどこれ調整、ほとんど何も調整できないような感じの足回りなので、まあ、キャンバー角ぐらいは調整できるように、アッパーアームのターンバック角がですね、あとはですね、まあ、フロント部分のここにですね、出っ張りがありまして、まあ、オフロードなんか走らせた時になんか引っかかりそうな感じになっておりますので、こちらの方はちょっと自作のアンダーガードなんかをですね、アルミプレートでちょっと作ってみようかなと思っております。まあ、ちょっともう作業も始めてまして、それ用のステーなんかも取り付けたんですけども、これからですね、ちょっと形をちょっと考えてですね、作っていこうかなと思っております。で、あとはそうですね、ボディポストがちょっとひん曲がってるような感じなのでと、ちょっとまあ強度不足な感じなので、こちらの方もちょっと改善してみようかなと思っております。で、そうですね、まあ、モーターはもう540でいこうかなと。でメカの方はですね、こちらのタミヤのアンプと受信機が一体になったものがこれ載ってますので、せっかくなんで、まあ、これを使ってみようかなと思っております。まあ、今まで私も中古シャーシいろいろ仕入れてきた中で、こういうメカがですね載ってることが多いんですけども、ほとんどきっちり動くというものばっかりです。私が仕入れた中ではもう動かなかったメカっていうのは今までなかったんで、やっぱり日本のメーカーのその何ていうんですかね、信頼性というかすごいなと。もう相当古いものだと思うんですけど、おそらくこれもきっちり動くんじゃないかなって思っておりますので、せっかくなんで、まあ、使ってあげようかなと思っております。で、ボディの方はですね、ラリーということで、こちらの、タミヤの、ランサーエボリューション、ランエボですね、の最後のランエボのエボ10ですね、ランサーエボリューション10というのを用意しましたので、こちらをちょっとまあ、ラリーカーっぽいようなちょっと派手なカラーリングで
作ってみようかなと思っております。まあシャーシはまあ別にこれなんていうんですかね、初心者向けのシャーシなんで、走りよりもあのボディ作りの方を頑張ってみようかなと思っております。で、まあ途中途中何回かですね、あの進捗状況報告動画というのを、作りまして、最終回にはあのおなじみのあの走行動画を撮ってみたいなと思っております。最近のあの YouTube なんかのラジコンの走行動画を見ているともうすごいのがいっぱいありますので、そんな風にはちょっと撮れないんですけども、頑張って撮ってみようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。